オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間です会議修正科の中山千代です神様についての講義をしていきたいと思います一神教の神様と違って日本の神様は多神教であると山とか海とか岩とか木とかさらに物などにも神様いらっしゃるという考えであります多神教なので神様の数が多いというわけですね中には非常に荒々しく怖い神様もいてまあ、そういった た神様に関する会談なんかも存在します今日は日本の神様の不思議に迫っていこうと思いますでは早速授業を始めますそれではまず神様にまつわる会談を一つ紹介したいと思いますある不動産屋さんでね私の知り合いはこんな質問をしたと言います取扱物件でヤバい物件ってあるんですかねうんありますねあやっぱりですか なんか最近あのまあなんか事故物件サイトなんかにありますよねなんかあの自殺とか殺人事件があったとかやっぱああいうもんですかねとまあこの方は聞いたとこの人ね階段好きなんですねでちょうど松原んし君の事故物件などのまあ動画が上がってたりとか大島照さんのね事故物件サイトなんかを見ていてああやばい物件あるんだなとこの人はまあそこに関心を持っていたと。で、このの物件の、まあ 専門である不動産屋さんに聞けばなんか面白い話が聞けるんじゃないかなと思って聞いたんだそうなんですねそしたらこの不動産屋さんのお店の人はこんなこと言ったといやあのね殺人とか自殺とか火事なんてねああいうのは大丈夫なんですよ一番扱いたくないっていうのはね神社の跡なんですよねあのね家を買うときはコチルなんかで調べてから買った方がいいと思いますよ 日本はね最近なんか古い神社とか潰されちゃってね何にもなかったような更地にして宅地にして売られてますけどまあこういうのを買うとほんと悲惨ですよって言うんですよね。で指令は「悲惨って例えばどんなありますか?」やったら「いや場所はまあ具体的に言えませんけどねまあ以前うちが取り扱っていた物件があってねそこがそういう場所だったんですよね。ならねそこに住んでいた人 漏れなく死にましたよ。漏れなくですよ一人残ですよ。つまりねこれこそ病気とか事故とかから自殺全部あるわけです12年のうちにそこの住人みんな死んじゃってねで空き家になって誰も住まなくなったんですよもううこんなな物件扱うのって嫌になりますよね。だからうちはそんな紹介したくないっていうので手放したんですするとどうなったと思いますこの土地を買った 管理人の人がね、首をつ,つって死んじゃったんですよ。今そこ、更地になってますけどね。この話を聞いて、ちょっと思い出した話があります。実は、僕はあのある会談ライブをやってまして、まだ階段ライブが終わりました。で、お客さんとちょっと色話をしていると、中山さん、ちょっと相談があるんですけどって言って、まあ顔なじみの常連客に声をかけられたんですね。その方が、いや実はね、 僕の知り合いが今悲惨なことになってましたね霊障かと思うんですけどどう思いますかねってまあ聞かれたんで私そういう霊障とかよくわかんないのでいや会談を集めてますけど霊とかって僕わかんないですよって答えたんですよそしたら彼は話をやめないわけです僕の知り合いが悲惨になったっていうのは霊障かなと思うんですけどそれはね それまでその知人は会社の経営をしていて結構裕福やったんですよ。で会社もうまくいっててで家族の人もみんな幸せにまあ生活してたんですけどね最近引っ越したんですよ。した途端に会社がなんか倒産の危機らしくてで彼の家族もここ数か月奥さんが亡くなってねで長男長女も亡くなってね今彼一人になってしかも入院してるんですよ。 これっってておかしいでですすよねね言くんちょっと私その話を聞いて引っかかったんでその家ってどんなとこに立ってるんですかねって私聞いたんですその彼はスマホをこう持ち出してで Google マップを叩いてこれ見てくださいって見,見せられた時にああなるほどと私思ったんです。でどういうことかというと上空から見たその家ですね家の玄関を出ると国道が通ってるんですよ。 で国道が横切っていってで国道を渡ると正面に鳥居があって神社があるんですよ。これ、わかりますつまりこの家は山道に立ってんですで。人間はねあの国道を雇っていうんでこう国道沿いにこう神社に入っていくと思うんですけど神様はまっすぐ来るので。で Google マップで確かに参道の跡がありました。 でここをバーンと塞いだ形で家を作っちゃったのでそこに住んでああ家族の人がどん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 不幸になっていってるんだなと思ったとつまり神様が通る道を塞ぐのは怖いといととうことになりますよね、まあ、前回ちょっと同じような話を披露しましたけれどもまあ神様というのはそのパワーがあるだけに怖いということがあるんじゃないかというふうに思います。ただね 闇雲に神社なんかが怖いというのもちょっと違ってまして、まあ、神社をこましてもちゃんと御霊を沈めたお祭りをやっていればそうじゃないと思いますでもさっきの不動産屋さんは知らん顔してさら地にして知らん顔して売ってるんだとこれが一番怖いんじゃないかというふうに思うんですよね。しかもねなんか聞くところによれば最近は家を建てててもさえをやらないいい業者が増えたというふうに聞いてます。これちょっといろいろ起こるんじゃないかなと、まあ、まあ思ったりもしますけれどもね。 ここからはまあ、日本の神様について説明をするわけですけれども日本の神様を語るにあたっては海外の一神教との違いというものを見ていく必要もあるかと思いますこの差を見れば多神教というか日本の神々の性格が分かってくると思うんですよねで一神教って一体どういうものかというとまず宇宙を創造した唯一絶対 とということが存在すると万人はその神の下に皆平等であるというのが一神教の考えなんですねでこの神様を信じないというものはその真理に背くものということになるのでどうしても信者 VS 異教徒。 という構造をまあ作るわけですよねだから「愛だ平和だ平等だ」と言いながら戦争をしばしば繰り返しているで虐殺も起こるというのはここにあるわけなんでしょうね。で我々の宗教とととれなないいいうことになっているわけですつまり一神教であるキリスト教はアニミズムを否定するという理論になっているわけですね。 どういうことかというとキリスト教は人格心ですので聖書に書いてあります神は自分の似姿を持って人間を作ったって人間の形は神様なんですね。ですよだから動物を信仰するとあり得ないだって神様が作った我々も創造物だし動物も創造物創造物が創造物を崇愛するというのはありえないわけですよ理論として。 なので戦国時代にねイエズス会の宣教師たちがたくさんやってきてますけど彼らの日記を見るとですね日本には例えばお稲荷さんの狐がありますよね狛犬がありますよね動物ですよねその動物にこう手を合わせている日本人というのが非常に奇に見えたというようなことを彼らは書いております我々持っている宗教は絶対神というものはないんですねでいろいろな性格を持った神様が定義されているわけなので。 機嫌のいい神様もいれば、機嫌の悪い神様もいるし、神様同士が結婚して子供を産んだりもするし、で、その子供も神様となったりするしと、と嫉妬もす,もするし、喧嘩もするし、争いもするし、と。日本の神様というのはそういうもんなんですね。機嫌がいい時には人間に恵みを与えてくれるんだけども、まあ、これが人間見た目の状態でも、機嫌を損ねると怒ってあらみたまとなると、多神教の神様ってのはそういう二面性を持つわけです。 だから日本の神々はででももななければ邪でもないとこれは神を祀る人によって神様の性格は変わりますよというこれがまあ日本の神々の正体なんですね。で最初にこの神様の賛道を防いだがために一家が全滅したっていうような怖い話をしましたけれども、まあ、神様というのはこの世にたたることもある。 いや、たたるから神様であるということも言えると思うんですね神様結構怖いんですよ2021年の4月3日午前10時半静岡県熱海市伊豆山付近で大規模な 土石流災害が起こったことがありました皆さん記憶にあると思います28名の方が亡くなって136棟の建物が被害を受けて一時580名が避難したというそんな大きな事件でした土砂流災害の原因は上流山間部の違法な森戸であるということになったんですけれどもおそらく複合的なものであろうと思われます ももとと日本の山っていうのは斜面が急だっていうことは言いましたけれどもそれだけに土石流がこう起こって。 ざーっと流れてくる可能性が非常に大きいわけですよね。で、しかもまあ台風を起こるし降雨量も多いというわけで、だから集中豪雨でもあれば地盤が緩んで一気に土砂が落ちてくるということもあり得るわけですね。伊豆山からどん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 流れてくる土砂の状況、まあこれを見るとですね、もう次々と土砂がざーっともう生き物にやってきて、家を飲み込んで、車を飲み込んで、橋を飲み込んで、だーっとこうねやってくるあの土砂を見て。 山の神の怒りってというのは、皆さん彷彿されませんでしたかあれ、昔の人が見たら、俺、見え山はあんなにするから、山の神様は怒って反ん,んで、ということに絶対なると思うんですよで昔の人は、そういうことになるから、あの山に入るなよとか、あそこには手を入れるなよとか あそこの清水は埋めたらあかんねんでとか神様にちゃんとお祈りをして許しを得なければいけないよという決まりを作ってたんじゃないかとそうやって山を守って自分を守っていたということがあったんじゃないかというふうに思うわけですそれでまあ要となる場所に神社や祠が作られて神域を作って山を守ろうとしたとこれが山神の正体でもあるわけですただ現代人というのはまあ合理科学主義といいますか 神様なんかいるわけねえよなみたいなことになって山の神田の神域などというのを信じなくなって平気で古い神社とか祠を壊していっちゃうあるいは外資系の会社が介入すするるというう場合もあると思うんですこの外資系の人たちというのはもう当然日本の風習とか伝統を平気で破壊するということもありえるでしょうし古来の日本人が持っていた神が生の信仰とか自然との共生というものがわからない。 特に今のの中中国、国華人人民共和国の人たちです。あの人たちは共産主義の国ですので共産主義というのは神様を認めないわけですよねいわゆる習近平より偉いものがあっちゃならんというのは、共産主義の考え方なので神様は否定するわけで一応まあ信仰自由は中国であるんですけども基本的には認めてない。 ということはやっぱりそういうお隣の中国の人たちと日本人との価値観も違うということなんですね。でその中国での面白い話やあるんですお聞かせしますけどねある日本の商社に、まあ、ある中国人若い人が派遣でやってきたとでその人はこんなことをちょっと言ったそうなんですけども彼の父親というのが、まあ、もちろん中国人なんですけどもその実家がどえらい山の中にあると。 中国の山の中でもう日本とは比べるものにならないパンダが生息しているようなところでしかもごく最近までこの家の存在を役所が把握しなかったということなんだそうですそれほどの山奥なのでその話をしてください彼自身も大人になるまでその父親の実家に行ったことがないとただ大人になってから一変、まあ、父親の実家を訪れとびっくりしたとあんまり山の中なんで 当然のことなら電気は通っていないガスもない水道もないもう言ったらかまどに火を起こして食事をね食事を用意するというそんな生活がもうほんのさ今まで残っていたとところがそんな場所にいきなり企業が入り込んできたって言うんですよ。であっという間に山の木を全部切り倒してその山ハゲ山になっちゃった変わり果てたハゲ山の中にその家だけポツンと一軒残された。 したらね、そこに住んでるおばあさんその人のお母さんのお母さんでおばあちゃんなんておばあちゃんがこんなこと言ったと「あのな夜中に寝てるとないきなり地雷のような音がした」「木がバキバキバキッと音立てて何事やと思って「おじいさんおじいさん」って言っておじいさんを起こしてで,で懐中電灯を片手に外に出てみた真っ、まあ、暗闇の森林なんですけど懐中電灯を照らすと。 木も何にも生えてない山の斜面を半透明のブルトーザーのようなものがすさまじい音を立てながら倒れた木いっぱいの材木を根こそぎ持っていくようにガーガガガガと言いながら山を下っていったと。でブルトーザーが下っていった後そのおじいさんとおばあさん顔を見合わせて「今の一体んじゃったんじゃろう?」と言ったと。で2人まあ首をひねってたんですけどどう見てもあれはブルトーザーの幽霊としか思えないんでおじいさんは「 多分あれは山の悲鳴が具現化したんじゃろと言ったそうです <music> さて神様はたたると言いましたそれも災いをもたらす超自然的な存在であって自然との共生が崩れた時に起きるという風うに言いましたけどもこれはねもう人間の力ではどうしようもないパワーが存在しているわけですいくらまあ人間が山を守って神社を作ってあそこに入るなんて言っても 自然が起こるともうそんなことはもう一瞬に崩壊してしてまうと正直もう火山の噴火があったり地震とか津波が来たらもう逃げ惑うか祈るしかもうねすべはありませんよねでもそんな超自然的な現象もなんとかそこに原因とか要因の法則を見つけ出してそれを見つけ出すことによって少しでもその怒りを鎮めようという行為がなされることであります。その一つが 恩量信仰ということになるかと思います。恩量信仰というのは自然災害やその疫病の流行などがもたらされるのは恩量のせいだということなんですね。それは政治的に抹殺されたり非望の死を遂げた人々の怨霊であって復讐であるというふうに思う信仰なんですね。 だいたいこれ奈良時代から平安初期にかけてざーっと広まった考えなんですけどもこの怨霊は特に朝廷の皇族とか貴族がひどく恐れたといいます。平安京を作った嘉武天皇なんかはあんまりそれを恐れたもんで今もその痕跡は京都の町のあちこちに残っています。 で奈良時代から平安時代にかけての時代というのは、まあ、皇族貴族の間の勢力争いあるいは皇位継承問題からその政局をめぐっての陰謀が巡らされて暗殺が起こって冤罪を押し付けられて失脚させられる人もいるがために、まあ、恨みつんで非後の死を遂げる人たちというのも、まあ、たくさんいたと。それらの例が怨霊となって 復讐してるんだとだから都で起こってる良くないことはそのせいであるとだからその怨霊を鎮めなければならないそのための神社仏閣を作って丁重にその鎮魂の儀を行うとそうすれば彼らの荒御霊はやがて我々を守ってくれる右御霊となるであろうというのが、まあ、怨霊信仰であると言えると思うんですよね。霊という負の存在を 神に祭り上げることによってさっき言ったようににぎたまとすると例えば日本三大怨霊と呼ばれている菅原道田猫というのは結局それを繰り返し繰り返すことによって、彼は神様と今なってますよねで今は学問の神様ですねそうやって全国で信仰されてるし平野正門これはもう誰もが恐れる強力なたたな神なんですけどもそのパワーを利用して 江戸の町あるいは今の東京の守護神になっているということからも怨霊信仰のあり方というのが皆さんお分かりじゃないかというふうに思います。でこのようにね荒御霊が握御霊に握御霊が荒御霊になるという2つの要素を併せ持つのが日本の神々であるということは、まあ、これで皆さん理解していただけたと思うんですけどもこの関係でね実は神様と妖怪の関係というのも説明できると思うんですよね。 で妖怪といえば皆さん何を意味されますかねカッパとか天狗とかカっパって、まあ、妖怪ではあるんですけども、まあ、川や沼に住むでも一方で水神様ととししててお祭りりいいるという性格もありますよね天狗これもまあ山に住む妖怪なんですけども平家物語には人にて人にならず鳥にて鳥ならず犬にて犬ならず手足は人頭は犬 左右に跳ね跳え飛び歩くも者、まあ、妖怪ですよねで昔から山で起きる不可思議な現象は天狗の仕業だとされてきましたしかし一方で主言道の主言者であったりだとか山の神様としての信仰も持ってますよねそれから、まあ、座敷おらしという妖怪もあります座敷おらしは旧家の座敷に出る子供の、まあ、霊であり妖怪ともされますが一方家の神様としての信仰もありますよね だから彼らは「妖怪でもあって神でもあるわけなんですよね」で2020年10月6日の毎日小学生新聞まあこれは子ども向けの新聞なんですがここにね非常に分かりやすい記事が載ってました。子供が妖怪と神と鬼と神鬼っていう質問をしたと。で新聞記事にこうあります。ということでちょっと分かりやすいので引用して読んでいますね。 まず昔の人はありとあらゆるものに魂が宿っていると考えましたとこの魂が神になったり妖怪や鬼になったりするのですと神は魂のうち選ばれて特別に扱われている魂ですと家や神社を用意して住んでもらって食べ物を与えます一年に一度歌や踊りをお供えするお祭りをしますそれは魂を静かにしてもらうためです。 魂が起こると人間に災いを及ぼします妖怪は神のように特別扱いされずに人間に恨みを持って仕返ししようと現れた魂です魂が大事に扱われていないと怒って人間に病気や災害など悪いことをもたらす可能性があるのです魂は昔は鬼と呼ばれていました百鬼夜行といった絵には 様々な姿の妖怪が世の中に行進していく様子が描かれています神も妖怪も鬼も魂の状態です神が大事にされなくなり怒って人間に災いを及ぼす妖怪となります妖怪を祀られると神になりますというふうに小松和彦さんおっしゃっていますこの小松和彦さんという方は現代におけるまあ妖怪学の権威と言ってもいいんじゃないかと思いますけどもこの説はですね 例えば民族学者の田邦夫さん、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけどもこの「崎田邦夫説」では「神が霊落した姿が妖怪である」と彼は言ったわけですけども小松和彦さんはそこから一歩踏み込んで「霊落した妖怪も神になりうるんだよ」という、まあ、そういう説を、まあ、彼は言いたかったんじゃないかと思います。だから不思議な現象、ね、不思議なことを信仰の対象とすればそれは神様になる。 虫にならなかったら妖怪となるということなんですね。で、妖怪なんかでもおるんかいなという人がいると思いますので、私の体験談をお話ししようと思います。これは30年ほど前のことなんですけども、ちょっとあるテレビ番組で京都のね。ある山に行こうとしたわけです。京都その時にね。まあ、ある京都の北の方の神社でいわゆる呪詛が行われて藁人形カーンカーンてまあ牛水土器にこうやる。呪いあるじゃないですか。 牛の前にってやつねあれが残ってるとであのそこにちょっと、まあ、あの行きたいなとである心霊コーナーだったんで制作、まあの人がその神社に取材許可を得ようとしたらうちはそんなことしてませんはしてるんですけどしてませんということで取材断れちゃったんでじゃあもう黙っていこうかということで夜に行ったんです。 でその神社の奥の院の院ところがありましたね神社の、まあ、本殿のところは、まあ、これ観光客はまあおとるんですが奥の院ってほとんど誰もいないし誰もほとんど知らないんですよでその奥の院の向こうの方にちょっとまあ輸送の跡があるのでそこ行ってみようかと。夏のでも夜の8時でしたそんなに遅くはない時間でしたが、まあ、もうすでに真っ黒で,で奥の院なんて電気もついてないわけですよ。 奥の院の横手からずっとこの字のように曲がった道があって、まあ、走一応舗装された道路で車も一台通れるよような道な道んですよそこを私と霊感少女ミギちゃんっていう義母アイクのジュニア版みたいな子がいましてそのことを僕とで懐中電灯を照らしてその前山へ行くと。で私とミギちゃん懐中電灯をった進んでいくと僕の頭の上でサーッと風が急に まったんで,すよで「あれ風風」風という僕は歩いてて木の枝が引っ掛か,かったのかなと思ったんですよ。でふってみても、ね、木の枝もないし、まあ、大体車も通りますからねこの道今の何だったんだろうと思ったらそのミキちゃんですよ「向こう向こう向こう!」って急に言うわけです「え何言った今中山さんの頭をポーンと叩いた何かおじさんのようなものが向こうに飛んでいったよ」って言うんですよ。 で何かポーンとなるのはそれは僕は感じたんで「えー、何何?」って向こうを見てもまあ何にもないし懐中電灯照らしても真っ暗で何にも見えないんだけどそのミキちゃん霊感症状はあそこにいるっていうわけでよく見ると懐中電灯を照らすとあの落石注意という放浪のこ,んなこのこんな看板がありますね。あれがあってそれが懐中電灯の光を感謝してキラッと光ってるんですけどその隣に、ね、もやがある 白いもやみたいなのがあって、僕はそれ見たんです。なんだろうと思って。そしたらミキちゃんがあれあれあれって言うんで、あ、あの白いものは霊体なのかどうか思いまして、よくわかんないんですけど。で当時のことでパラレルドカメラ、えそれでシャッターシャーシャーシャーと押して撮ったんですよ。じゃあ行きましょうかって言って、まあ僕とミキちゃんもっぺんその山の奥へ行こうとすると、ミキちゃんがちょっと足を取りました。行っちゃダメって言うんですよ。なんで言ったら山が怒ってるって言うんですよ。山が怒ってるよ。 見るとさっき言ったように真っ暗です電気も二モダイ真っ暗なんですけども山の稜線と空との境目がわかるんですえどういうことと思うんでしょ実は山の稜線が赤く光ってるんですよなので山の稜線と星空星なかったです曇り空だったので真っ暗だったんですけども空と山の境界線がはっきりわかるそれが赤く光ってるミキちゃんは 山がこれ以上行ったらろくなことないからもう帰った方がいいよって,ってそれを聞いて,収集家としての血が騒ぐわけですよ行行こう行きたいそしたらスタッフはもうやめましょうよってって怖がっちゃってで一応もうそこでまあ今まで撮ったので十分まあコーナーできますからいうことで、まあ、そこでロケ中止になっちゃったんですよ。でまあ帰りました。 で次の週ュはロケがあるのでえロケバスに乗ってそのミキちゃんと、ね、ミキちゃんのマネージャーをやってたのはミキちゃんのお母さんなんですけどもバスに乗ってとお母さんがね「ねえ中山さん,、あのー、なんか先週中山さん撮ったパラレードの写真ありましたよねあ,ありましたね見ました」って見ました」って見たけどパ、まあ、ラレードなんで、ね、出てきたのを顔をかしながら見るんですけど真っ黒で何にも映ってなかったんですよ。ね、何にも映ってなかっ,た,っ,ったんですよって「いや映ってたんですよ」ってお母さん言うえ何か映ってるんですか?」って言れたらその時に思い出したいって 向こう向こう向こうってミキちゃんがいた時に何がいるのって言った時にその人はまあミキちゃんはさっきおじさんって言ったんだけども工事現場のおじさんがいるって言ったんですその時ミキちゃんはね。で工事現場のおじさんって何なんだけどおそらくミキちゃんはニッカポッカを履いたおじさんを見たんですよ。でそれが工事現場のおじさんだっ彼女は認識したんだけどもお母さんが言うん「ミキの言うニッカポッカみたいなのを履いたおじさんが映ってたんですよ」っていうんですよ。 え、本当でで、すかって。うちのお父さんにも見てもらったんでうちのお父さんはもう,もうあの三木殿に霊感も何もないんだけどもお父さんを見て確かに人が写ってるよね「あから顔の人だね」って言ったんですよその時僕思った天狗じゃないですかその山ねだから「にっかポッか」って「修験道の格好」ってそうですよね。であから顔で山にいる飛んできた天狗じゃないですか。 で僕は天狗じゃないですかって言ったら「そうかもしれませんそういえば鼻がなかったような気がします」って言ってきてでアシスタントの方に「写真ありますか?」って,言って「ああります」あれ番組に使う写真なんで全部うちの,あのオフィスに全部写真はあの置いてありますんで「じゃあ今日あのロケから帰ったら見てみますか」「見てみましょう」となったんですけどロケから帰ってきたらその写真だけないんですよ。でえっと思って「いや、管理して,てるはずなくなるはずはないんです」なんだけどその写真だけない。でね僕 その時妖怪現るって本をい本書てたんですよ天狗のところで止まったんです「天狗って何?」って柳田邦夫さんとかはまあ言うたら昔の異邦人つまり宣教師たちがね戦国時代にやってきてで江戸時代になって鎖国して彼らは山から降りられなくなったので連綿と彼らが血筋をだから子供とかをさらっていってみたいなことがあってで赤ら顔で鼻が高くて背が高いというのは異国人であろうと。 うないよ、ね、なんか違う天狗っているよねなんか異世界にいるような天狗っているよねって思ってである人に僕電話したんですよ。で俺ちょっと天狗今書いてんだけどどう表現したらいいのかなと「あそうなのか天狗って誰も見たことないもんな」いやあるあるある俺やるね」ってその話をしたんですよ。で頭をポーンと叩かれてたあお前はそれ天狗の授かれ者やねん」って言われたんです。 天狗の授かれも頭ポンとだから天狗は何かお前に授けてるでって言われた時にパーッと開けたんです「天狗は山の精霊である」そういうメッセージがパーッと来たのでそのことを書きましたっていうことがあってまあおそらく天狗まあ天狗がいるかどうかわからないんですけど昔の人が「これは天狗の現象だ」と言うてた現象に僕は遭遇したのは確かかなと思ったりもするわけです。 ということで、えー、本日の授業はこれで終わります。この講義を聞いて皆さんはまあどう思われましたでしょうか。特定の神様を僕は信仰することもありません。周りにあるものは皆神様と僕は思っています。その神様というのはまあある人がイメージするそのキリストであるとかそういうもんじゃなくて聖霊であると御霊であるということを私は思っています。でその御霊から妖怪や鬼が 発生するということじゃないかと思いますそれではまた次の授業でお会いしましょうこのチャンネルではオカルトを楽しく学べますチャンネル登録お忘れなく